さあ、まあ、注目のライダーがどんな走りを見せるのか、そしてこの 500cc はどんな決勝にレースになっていくのか非常に楽しみであります。タイトルに向けてこれからが胸突き八丁、第8戦フランスグランプリ 500cc まもなくスタートです。この放送はフィリップモリスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。バイクだから広がる感動は大地から、スズキモーターサイクル。パワーオブグランプリウィナーズラジアライディン 500cc スタート前のウォーミングアップランが始まりました。それでは改めて予選の総合順位をご紹介していきましょう。ポールシッターは今シーズン7レース目になります。ドゥーハン、そしてプーチ、ビーティ、クリビーレというトップ4なんですが、プーチが決勝欠場、したがって伊藤慎一がフロントローからのスタートになります。そして2列目ノリックがいます。伊藤ノリックのスタートが、山さん、これは楽しみですね。楽しみですね、はい、そしてスコット・ラッセルは2列目からのスタートですが、ラッセルも朝のフリープラクティスでは2番手のタイムを出していました。そうなんですよ、さあジミー・ビリスに代わって今回荒垣がスポットで、まあ、代役という形で参戦なんですね、はい、日本勢としてはこの荒垣の走りにも注目です。ハリス・ロックというヤマハのエンジンをベースにしたオリジナルマシンを借ります。こういったヨーロッパ勢、決勝は30台のマシンになります。1周が 4.430km、 ルマンブガッティサーキット。今回はワイルドカードでフィリップ・モネゼッケン79番が1台だけ地元フランスからのワイルドカードとして参戦しています。さあこのルマンですが、24時間耐久はサルテサーキット、公道を含んだ長いコースです。こちらの方は1周が 4.430km のブガッティサーキット、コース27周で 500cc は決勝が争われます。山田さん、はい、どんなところがバトルのポイントになりそうですか。そうですね、まあ、このコースはですね、比較的平坦なコースなんですね。その中で、割とヘアピン状のコーナーが、多いんですね、はい、そういった意味ではストップアンドゴー、ブレーキングと加速、まあ、この辺が見物になると思います。そういった意味ではですね、まあ、参考なですね、ここはちょっと下りになりながらのヘアピンになりますから、このブレーキングですね、それから、5コーナー、そして、6コーナーの試験への飛び込み、はい、そして、最終コーナーですね、このあたりがバトルポイントになると思いますね、はい、最終コーナーは少しボックス状になっています、はい、まあ、500cc といいますと180馬力以上あるマシンで、こういったタイトな、はい、それも低速コーナーが続くサーキットというのはかなり攻めづらいんじゃないですか。攻めづらいですね、ですからそのスロットルワークが非常にうまくないといけないし、はい、ブレーキングもハードです。そのあたりでどんな展開を山田さんは予想されます。そうですね、まあ、ここはですね、ドゥーハン昨年も勝ってますからね、そういった意味では強みを発揮すると思うんですが、はい、まあ、クリビーレ、そしてビーティがですね、どう食いつくか、そして阿部伊藤ですね、まあ、彼ら2人の戦いも注目です。はい、楠木さん、はい、一言、日本人のスタート注目ですね、これね。そうですね、もうノリックも伊藤選手も頑張ってもらいたいです、はい、さあその伊藤は1コーナーに向かってフロントロー一番向こう側になります。
エンジン音が上がってきました。どんなスタートを切るのか。さあフランス、ルマン、いよいよスタートであります。 500cc いいスタートを切ったら、
Thank you.